はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。で、今日はですね、こちらなんですけども、甘酒キャラメル、これがねすごくうまくて、本当はねなんか紹介するつもりなかったんですけど、あまりにうまいんで紹介しちゃったね。紹介したいと思います、うん、森永甘酒の、味をイメージしたキャラメルですってことなんですけど、これはねかなり甘酒です。すごく美味しい。甘酒のこういうね缶、見たことあると思うんですけども、まあそれと同じような味ですね。まあ、この甘酒はねちょっと作り方が違う。なんだろう、うちでねよく飲むのは酒粕から作る甘酒なんですけど、この甘酒キャラメルはどっちかっていうと、そのね酒粕から作る甘酒の味に近いです。すごくうまい。中身はこんな感じになっておりますね。美味しいんだよね。ちょっとね最初は固めだけどね、だんだん柔らかくなってくる。いただきます。硬い、硬いね、食べる、美味しいよね。これね、うまいと思います、はい、森永の甘酒はね、40周年みたいですね、今年。これね、おすすめです。すごい美味しい。森永の甘酒キャラメルでした。ごめんなさいね、口の中入ってて。